はい、どうもラリホンです。さあ、絶対殺すマンさんお願いします。なんか僕知らないうちになんか動画全然上げてないで車高に行ってたんですけど、車ね、なんかアップデート来てましたね、 6.1。 まあまあ全然情報見てないんですけど、まあ、パッと見足速くなったかなって感じはするかのんの、まあ、それぐらいかな。他はわからん、なんか魔人剣の範囲とか知るのあったりするから、まあそこはちょっとまあ今からねプレイして、まあ、そもそもガナンに情報も過保もない気がするんですけどね。なんか別にオンラインで暴れてるわけでもないしさ、情報過保する意味がないというかウエスマッシュディエしない、ディエやったら今の打ち回避してウエスマッシュで、まあ、シールドブレイクっていうもう完璧な、もう超完璧なムーブができたはずなんですけど、ジャスカノン、うわ今の絶対ジャスカするマンやったのに、絶対殺すマンよお前、殺してみろ俺をもう名前そんなんなんやったらやっぱりね、殺す覚悟をしている人なんですね、ということで絶対ね、もう僕を殺す気持ちがあると僕は信じています。だから僕もあなたに絶対殺されない気持ちで立ち向かっていくから。さあ、ここで魔人剣を狙っていく。さあ、今のちょっとね反応が遅かったのかなという感じがしますけど、おっと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 、これはラッキーねえ、ウェビーキャンセルねわざとしたんかと思ったけど、まあ相手にとってもちょっと予想外のキャンセルやったと。そのうんち甘えっすよって言いたいところ。さあ、さすがにちっちゃいねチャージショットは空中ニュートラルで消せるんですが、でかいのは無理やったと。おい、当たんないか、クソ今のメテオ当てたかったけど、やばい、なんか全然横スマカスやった。こっち違う、ちょっと横 B 打つの早かったかな、早すぎるとちょっと相手も分かるというかね、あ横 B こっちやって分かっちゃうんですかね。さあ、ちょっとどういう立ち回りそれは。さあ、はい、当たんないか。さあ、絶対殺すマンよ、いけるんか、俺に俺じゃないな、俺を倒せるのかお前、やってみろ、めっちゃ惜しいやん何読みか全然分からんだけど、当たりそうやった。もう一回行っちゃってもええんちゃうかという、もう振りすぎてこれ初見消えちゃうやつ。 OK。 さあ、 T さんお願いします。アイコンガノンやったのに勇者使ったのちょっとよう分かりませんけどね、アイコンガノンにするならガノンを使えちょっと思っちゃいますね。僕ガノンじゃないですけど。さあ、めちゃめちゃ単調な動きをしているラリホンさん、やばい、単調すぎるからこうなっちゃうんすね。配信で死ぬの初めてかもしれんね。あんな綺麗に出るもんすね。ね、ちょっと恨みできました、こいつに。なんかちょっとバギクロス魔人剣でも当てますか、もうね。怖っ、まあ、マダンテとメガンテ並んでましたけど、ね、マダンテ、フラウトが結構なヤバさやったね。こっち、OK、バソ、まあ、会心でやんくても、まあ、会心と同等かそれ以上の威力を出せるのがやっぱり、ガノンドロフということで、はい、逆でした。今反転したつもり、最近反転植え教が俺のね、超、ブームなんですけど、こっち、あ、違う。その場攻撃はどうやって防げばいいんだろうか。さあ、もうジャンプする。しなかったけど、はい、落ちていく、やばいよ、ちょっと。ね、超久しぶりにするんだけど、その村。ここまで腕が落ちているというか、ここまで意識が甘いというか、今のジャスがせんかったら俺の完全にもシールドブレイクショーやったのに。OK! おー横スマーためときゃ近づいてくるんですかね、ラッキー。さあ、レッキして、横 B して、レッキして、うわー、そっちか。外側読みの、ヨナズンでしょ、あ、違った、マヘドギーとかね、あれシールド削り用とか多かったらちょっと怖かったんですけど、よかった、ラッキー。はい、安心ギラブナーイあれ、アーマーあったらかなりまずいやつやん、マジで。アーマーなくてよかった。アーマーなかったっけ、もうそこに結構今不思議なんですけど。あ、超慎重。あれ、逆方向。ザラキはあかんで。オッケー。さあ、バキクロスマジンケンなんか。ここ。うわ、惜しいバキクロスしてくれるのも優しいよね。さあ、レッキして、レッキして。はい、オッケー。なんか花がない今日。全く花がない。さあ、せい46さんお願いします。無理やりテンション上げてっか、マジで。本当に眠たい。やばい。本当に、さっきも一瞬やめ言ったけど、あの、車高行ってて、ガチで動画撮ってる時間ないんですよ。本当に申し訳なピーポーなんですけど、あ、これいけそう。こ、あ、それか。あの、横 B をね、あの、ここら辺から打ってくると思ったんですけど、打ってくれまへんでしたと。はい、空を。早っ、長っ何その伸びるやつ。なんで、あの、全然、
全然上げている時間、あ、動画を撮っている時間がおうおうおうないということで、申し訳ねえ、申し訳ないですね。土日で頑張っていっぱい撮っていきたい。うまっうまっシンプルにうめえです、それは。シンプルにそれはうめえです。あて、うーそだ、うわー、なんで今どう考えてもね、みんなわかるやろ、今劣気するやつってわかるやろ。劣気じゃなかったんですね、出た技が。これジョイコンの反逆って言うんですよね。おいおいお前で、バージョンアップしたからってね、ジョイコン浮かれてんじゃねえぞということで。さ、つか、つか、つか、なになにそのコンボ。待て、待て待て、つかみってシールドしとったらつかまれやんの。ようわかりませんけど、あれ、あ、飛んでくるやつが向こうってだけか。ねえ、つか、ねえ、あれダメやったらつかみじゃないもんね。はい、マジンケポーン。まあ、これはデイリーということで、まあ、当てれない日はないです。僕もう毎日やってる気がするね、本当に。ちょっとそろそろスマブラ1周年ぐらい、あ、やと思うんで、ちょっとね、僕が平均ね、1日に平均なんていうの、まあ、1年間平均で毎日どんだけ当て取ったぐらいの、そういう動画でも作ってみようかな。で、毎日こんだけ当ててましたみたいな、そういう感じの動画あれじゃないっていうね。やっぱり俺と言ったら魔人剣な気がするんで、ね、魔人剣系の動画は結構ありかもね、という。やめてください。やめてください。うーそ、やべ、やば、はい、はい、はい、割れて、割れない。かかって、来い、はい、うわお。2回連続ありがとうございます。当たるね、結構。さあ、ゆきめさんお願いします。スネークのあの上 B の、なんかようわからん、あの鳥みたいなやつ、なんかペラッペラッペラッペリッパーみたいなやつあれ何やったっけ、あのちっちゃいやつ、え、何やったっけあれ、クソゴミゴミポケ御三家みたいなやつ、何やったっけあれ、キャモメ、そう、キャモメ、キャモメみたいなやつ、キャモメみたいなやつに魔人剣を当てて、ヒットストップ魔人剣を当てるというのが目標かな。もう魔人剣はね、もう今の時代ヒットストップがあれば勝てますからね、マジで。もうヒットストップで魔人剣でできてますから。さあ 0% で死んじゃったけど、これ2ストックじゃん、やばいやつじゃん、これやばいやつじゃん。当たって、死にませんように。これどう勝つのですかね、これね、どう勝てばよろしいのかもう全然わかりませんけれども、こっちだ、クゴ、オーケー。これ場所落ちない、来い来い、ベリッパー、わー惜しい。あれ消えるんか、ようわかりませんけど消えましたね、さっきね。さあ、そのなんか言ってましたね、スマッシュドッグ TV さんが、将軍さんだっけ言ってましたね、このなんだっけ、ガノン対策で、このそのミサイル、チキータ、ニキータ、わからんけど、があれば、それ持ってるキャラはガノンには負けやんというね、確かに、その通りだと僕思いますね、本当に。これが一番きついっす、ガチで。一番きついというか、もうそれ以外きつさ、ね、これが本当に、さあ、プルーさんお願いします。なんかもうスネークには勝てない気がしてきました、僕。マジで。マジで勝てない気がしてきた。僕最近ね、あ、ちゃ、あ、うわ、マジマジですか、マジですか、当たると思わんだ。当たると思わんだ。あい、めてよ、惜しい。めっちゃめてよ、惜しい。え、当たると思わんだんやけども。落ちてったけど。さあ、カルテットさんお願いします。じゃあ、さっきのお話ね、僕最近ね、ツイッターに、魔人剣うまく当たった動画とか、例えばさっきの良かったやつとかをリプレイ撮って、まあ、直撮りでパパーって撮ってあげてるんですけど、まあ、そういうのを最近やりだしたんで、よかったらフォローしてくださいね。なんかね、告知用みたいな感じ使ってましたけど、動画のリンクとかあって、やっぱりツイッターをフォローしてくれてるんだから、まあ、ツイッター、まあ、ならではと言ったら、まあ、間違いというか、まあ、結局動画で使うんですけど、まあ、動画で使う前にいち早く僕が最近当てた魔人剣を、まあ、見れるようにというか、まあ、そういうね感じですので、まあ、魔人剣見たい人はね、パパッとね、まあ、参考になると思うんで、僕の魔人剣はね、もうぶっちゃけ、もう魔人剣当てたい人からしたら、本当にもう私のセンスは必要不可欠ということで、ね、よかったらフォローしてくださいということで、まあ、シールドブレイクとかそんなしょうもないのは、あげませんときだよ。あげませんので、噛んだわ、マジで。シールドブレイクしょうもないというのはちょっとよくないんですけど、
もうシールドブレイクってね、僕はもうね、満たされないというかね、さっきみたいななんかね、前置きがいるんですよ。バナナ当てるみたいな。ね、それぐらいの前置きがいるんで、まあそういう感じですね。はい。はい、やばいです。はい、じゃあ終わりました。まあこの試合パパとかって今日はね、終わりだと思うんですけど、勝てるかな、ルキナ。シールドブレイクできそう。わー、もうちょっと、さっきのは試しすぎたという、ちょっと待って、カウンターうまくね。ふぅ！オッケー。うわー、帰ってこれてよかった。今のギリやよね、マジで。あんな綺麗にカウンターしてきましたけど、もうちょっと溜めたら普通にカウンター貫通した気がするんですが、大丈夫かな。ちょっと、うわっ、あっと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 、当たらんと思ったんだけど、もうやらかしたな。ちょっとやっぱりこれはちょっと最近やっちゃうのが来ましたね。当たらんと思って、あ、当たらんだから、ジャンプしたルキナに当たるかなと思って、外側に向いたんですけど、ダメで壊したということで、ちょっと勝ちたい。けどまあ、いい試合を演出しているということで、僕は、ね、悪くないですね、これはね。メテオクスの怖い。オッケー。レキ。うっ、うっ、うまい。俺反転今日できてる。今日反転の日だわ、俺。今日マジで。マジ反転の日。うわー、ジャックはせこいね。上から帰りまーす。うん、危ない。つかめ。オッケー、後ろ投げて、顔が出る、顔が出る、あ、出なかった。うわっ、読みは良かったけどね。はい、やっぱりね、ルキナもガノンもクウェヌ主体なんすわ。クウェヌ吹っ飛ったら敵が死ぬんすよ。ほら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 、うっ、ほら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 、反転して、惜しかったな、やばい。ほらほら、空中 N で時代を勝ち進め。